コルテチャンネル。はい、みなさんこんにちは。今日ですね、じゃーん、こちらワンニャンドームに来ております。はい、ワンニャンドーム後編の動画になっております。まだまだ楽しみたいと思いますので、早速行ってみたいと思います。はい、トルちゃん、ここからもどんどん見ていきたいと思います。わー、すごい、トリマーさんの使ってるやつじゃない。いやー、かわいい、カットがすごい。こんな感じでトリミング用品がね、ありますね。すごい、プロのやつみたい。わー、これもすごいね。わー、なんかいいスリッカーないかなと思ったりしてます。こんな感じ。使ってるコンフォーターこれなんですけど、これも売ってますよ。こんな感じで1000円引きだって、すごくない？いつもね、元の値段が結構するので。あー、トルちゃん買えないかな。はい、トルちゃんの大好きなおやつサプリのお店、ベッツラボさんやってきました。見て、こんなところに少しだけありました。おやつサプリは1個700円なんだけど、2個で1350円、50円引きじゃない？あと他のものはね、もう少しね、安くなってると思います。こんな感じ。トルちゃん大好きだよね。はい、トルちゃんの大好きなおやつサプリ、皮膚サポート、健康サポートを購入したいと思います。ありがとうございます。インスタフォローで皮膚サポートのおやつサプリいただきました。そしてママは登録してて、 LINE を友達で質問に答えました、問題に。そしたらこちらいただけました。それから、それから、トルテチャンネル。はい、トルテチャンネルのブースにやってきました。はい、テレビでかい。わー、すごい、見て、スイカのヘルメットかぶれました。レティシアンさんのブースです。モグワンとかのね、ドッグフードのお店になってます。かわいいフォトブースありました。トちゃん、アイラー、モグワンさんのチキンとサーモンです。興味あるけど、ちょっと今は無理か、やっぱり。はい、こんな感じでワンニャンフォトコンテスト県民共催、あ、これでチケットもらってる人が結構多かったのかな。ありましたね、すごい、かわいいワンちゃんたちがたくさん飾られてます。 YouTuber のアトムくんとウランくん、今日もイヒラさんの写真がありましたよ。すごい、応募してるんですね、みんな。父ちゃんもしたいね。それから、それから、トルテチャンネル。はい、今からワンニャンドームアンケートコーナーしたいと思います。アンケートに答えて、こういうね、景品が当たるそうです。はい、トルちゃん回すよ。あー、はじめだ。はい、こんにちは、お声掛けいただきました。あられちゃん、あられちゃん、こんにちは。かわいい、すごい、トルちゃん、よかったね。もいいのかな点がありました。こんな感じで丸バツクイズに答えます。トルちゃん、ね、地震が起きた時一緒に逃げていいのかなっていうやつ感じで、災害が発生した時にどういう行動を取ったらいいかをシミュレーションを書いてくれています。こんな感じでちょっと学ぶことができますね。
これを見ながらアンケートに丸バツに答えていきたいと思います。避難生活へということで、もしペットと一緒に避難することになったらっていうのも書いてくださっております。こんな感じになってます。ありがとうございます。こんな感じでオーラルキットとか、なんだロックフードのお店がありますね。いっぱいワンちゃん来てる。さてさて、いろいろブースがありますけど、トルちゃんね、ベッドみんな買ってる。すごい、いろいろあります。ツリーミーさんですね。こんな感じであります。レゴみたいなやつ、かわいい、かわいい。はい、わー、ニコちゃんに会えました。こんにちは、会えて嬉しい、ありがとう。笑顔。チャンネル登録。はい、こちらブラーさんのブースです。すごい滑りにくいボールと、あとこれハンモック、ハンモックだ、ワンちゃん用の。すごいね、トロちゃんおしゃれだね、これね。ブラーさんのハンモックに乗らせてもらいました。落ち着きがありません。トロちゃん、トロちゃんどう今イベントだから難しいな。でもめっちゃこんな感じ、2サイズあってすごくおしゃれで。はい、トルちゃんが前食べてたベッドカインドのドッグフードになります。はい、これですね、ありがとうございます。これね、ベニソンと、はい、であとビーフ、はい、牛ですね。でね、これはねウェイトマネジメントなんですけど、はい、ラムです。ラム、はい、もう一つもラムです。ラム、これはなんか体重のコントロールみたいな感じですか。はい、これね、カロリーがね、こちらの方は313キロしかないんで。あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます。はい、リードバディさんのインスタグラムをフォローで、こちらのねペットカインドさんのドッグフードの試食をいただきました。はい、マオちゃんに会えました。こんにちは、いつも可愛いお洋服着てるからさ。それからそれからトルテチャンネル、シェーブルさん北海道焼き魚に来ました。はい、トルちゃん、わー、飲んだ。プレーンの方がやっぱ好き。あ、めっちゃ飲んでる。プレーンのヤギミルクは爆飲みしております。さあ、イチゴは飲むのでしょうか。うまうま、プレーンが美味しいかな。はい、イチゴ、いちご飲まん、いちご飲まんという事実。ではですね、はじめまして、こちらですね、ヤギミルクパウダーのいちご味とコーン味、ね、こちら、あとね、普通のやつと3つ入ったのが2200円で売られております。こんな感じで、いつもの、の、はい、生のヤギミルクも売っております。も売ってます。はい、トルちゃん、今日はですね、こちらの巾着付きのヤギミルクパウダー3つセットをゲットしました。ちょっとイチゴとコーンは飲まなかったんだけど、お家だと飲むと思うので一回買ってみたいと思います。やったー。こんにちは、オリちゃん、はじめまして。YouTube 見てくださってるんですか。ありがとう。え、嬉しい。なんかおりちゃんだって。あ、怖いね。ありがとう。はい、こんにちは。やったー、愛知県のお友達ひららちゃんに会えました。こんにちは。今日はご機嫌はいいですか、ららちゃん。お疲れかな。はい、今日も可愛いららちゃんです。それからそれからトルテチャンネル、こちらのね、インスタ
タグラムのフォローでなんかね匂わない袋をいただけるみたいなのでちょっとやってみたいと思います。株式会社ラピタさんのブースに来ました。防災用品を売られてるそうです。ラピタさんのブースでお写真撮りました。ドルちゃん防災が揺れてる、かわいい。袋いただきました。ね、避難の時にめっちゃ便利なキャリーケースみたいなワンちゃんがね入れるやつ。トールちゃん入ってみたよ。でかいね、これすごい。この2ブロック出せるみたいで、トールちゃんこっから顔出せるよ。トールトールちゃんこっち来れるよ。トールちゃん出てきた。おすごい、こっから出るの。普通こっから出るんじゃないの。ねえねえねえ、そっから出ちゃう。トールマクナリゾートクラブさんにやってきました。ワンちゃんと泊まれるホテルということなので。そうなんです。はい、どんな感じでしょうか。こんなですね、はい、素晴らしいお部屋で、はい、なんかあのメンバーシップなんですけど、はい、今回はちょっと限定で、はい、このワンニャンドームにご来館の方には、はい、お泊まりいただけるスペシャルキャンペーンをやっております。ここですか。ワンダフル浜名湖ですね。ワンダフル、はい、なんとワンダフル、すごい。で一泊二食付きで、はい、こちらですね、平日価格で14,450円、はい、はい、はい、すごい。土曜日で16,500円からとなっております。すごいリーズナブルですね。はい、そうなんです。めっちゃお部屋も広くて良さそうですね、はい、そうですね、ぜひロケーションもいいので、はい、もしよろしければ一度お問い合わせください。はい、ありがとうございます。はい、アンケートにも答えさせていただいているのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは。今日チケットを譲っていただいたぐーちゃんキティちゃんです。お帽子プレゼントしました。かわいい、似合ってるね。父ちゃんとお揃いでございます。よかった、会えて。今日はお世話になります。チャンネル登録。ポーディーさんのお店にやってきました。見て、かわいい。すごい高級そうなお洋服がたくさん売ってます。父ちゃん試着させてもらいました。すごいおしゃれすぎるかっこいい。これはかわいすぎます。新サイトで父ちゃん買えるみたいですよ。はい、愛知では初参戦だそうです。父ちゃん見てよこれ、ウールボール。ワンちゃんなぜかウールが好きみたいだそうで、これねニュージーランド産の天然ウールのボールです。かわいい。3つセットで1,500円、買ってみたいと思います。父ちゃんどれがいいの。今ピンクに食いついてたけど、え、あ、それ黄色、これ、はい、それこの3つだ。決定。かわいいね。はい、こんにちは。おもっぽショップさん、お名前なんだっけ。アモンちゃん。お名前はロンちゃん。こんにちは。お耳かわいい。ここね、やった。容器を開けます。スティックを開けます。すごく硬いです。結構硬いです、はい、まずはラノニを 3g 取りました。ちょっと手のひらで温めるそうです。ラベンダーのいい匂いのやつを2滴入れます。こうして混ぜ混ぜします。お、なんかちょっとくるくるしちゃう。すごい柔らかくなってきた。はい、ソフトクリームを 5g 入れます。 5g 入れれました。はい、コロコロ混ぜます。おー、いい感じ。黒くなってきたよ。トル、どう、匂いは。出来上がりました。ラベンダーの肉球クリームです。
もういい匂い、大好きこの匂い。ちょっとつけてみますか。ここに余ったやつつけてみますか。はい、スティックについてる。そうそうそう、こんな感じ。お、嫌がってないですね。持ちが良さそう。あ、ちょっと嫌がった、ちょっと嫌がった、嫌がります。はい、こちら3カ所でおもちゃ5個もいただきました。そしてうんちパックもいただきました。やったね、トルちゃん。肉球ぬりぬりしようね。チャンネル登録、無料健康チェックやりたいと思います。父ちゃん健康かな。よろしくお願いします。父ちゃん鼻かん棒になりました。体重測りたいと思います。 3.7 です。 3.7、はい、よかった。見て 3.7 です。よかった、トルちゃん。変わってなかったね、体重。父ちゃんお尻に入れるから、お尻に体温計入れるから大丈夫。大丈夫、はい、お尻失礼します。お尻好きじゃないです。はい、あー、ダメダメダメ、トルちゃん嫌だね、嫌だったね。お尻嫌なの、ごめんね、お姉ちゃんごめん。トルちゃんお尻が嫌です。嫌だね、頑張ってるね。頑張った、頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる、測れない、頑張ってるよ。お利口、お利口さん、お利口だね。すぐ終るからね。いい子してる。ちょっとびっくりしちゃったね。びっくりしたね。お尻嫌なんだよね。やってないもんね。38.6度。平均の体温のマックスが39度なので、はい、正常範囲内です。正常範囲内。じゃあ心拍ちょっとドキドキしてる？大丈夫？いい子ね。えらいえらい。ちょっと緊張してる。ちょっと緊張したね。刺されてドキドキしちゃってる。お尻に刺されたから。終わったよって。お利口だね。はい、こちらハーネスのアデリアさんで、かわいいピザゲットしました。ピザのおもちゃ取る。イエーイ、いいでしょ。そしてね、今この試着してるピンクのセーター購入しました。かわいくないですか？こちらなんと1500円です。かわいいです。なるちゃんだいぶ空いてきました。あ、ペットカートのコムペットさんとかフィカゴーさんもあります。こんな感じ。はい、トルちゃんフォトスポット来ました。すごい白い天使です。かわいいね、トル。はい、こちらも黒い羽の方取れました。はい、ありがとうございます。チキンの試食いただきました。どうですか？あー、あ、惜しい、なんか惜しい。これはどの商品ですか？これですね。あ、チキン、あ、豚の方が可能性があるかもです。なんちゃん、豚さんどうですか？あ、お、お、惜しい惜しい。あ、車だったらね、食べれるかもしれない。アーデントさんでドイツで作って作ってる、はい、ビオというオーガニックの企画を試作しております。あ、そうなんだ、はい、日本のワンちゃん用にちゃんと作ってくれてるそうです。こちらブラウニーズさんとティノティートさんのお店です。こんな感じでたくさん売ってます。こんな可愛いのもあります。全部ね2200円ですね、1個。こんな感じでたくさんありましたよ。で、ここは何？すごいよ、キャットタワーがめっちゃある。猫ちゃんのブースですね。すごいです。こんな感じ、猫は体を舐めるからだって。スギニャン、杉の木で、あ、かわいい。ほら、猫ちゃんのいる家庭にはいかがでしょうか。スギニャン、かわいいね、トロちゃん。最後にベッドクールのお兄さんに会えました。いつもありがとうございます。スーちゃんはケアウォーザーと歯ブラシの歯磨きスプレーを使ってます。みんなありがとう。こちらでストロちゃんが使ってるのがこちらの歯磨き効果のスプレーになっております。これもね、頑張って使ってます。チャンネル登録、はい、見てください。ワンニャンジョブ、ご来場ありがとうございました。ということで終わり。
とっても楽しかったです。はい、この動画が参考になったよ、楽しかったという方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。